皆さん、こんにちは。アリーナクレーナチャンネルのアリーナです。本日は日本のドッキリを見てみたいと思います。わぁ、騙された大将の番組、マッサージと喜びの動画を見てみたいと思います。怖いかどうか、楽しいかどうか、一緒に確認しましょう。動画を見る前に、いつも私の動画をご覧いただき、ポテリオンしてくれて、一番スポンサーやスプレゼンスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速ですが、見に行きましょう。今日は予約が取れない鍼灸院の体験取材。あのリラックスの効果が高いと言われています。で、あの危ないので頭上げたりですとかお願いします。え、なに？しかしリラックスできるのはここまで。なにこれ、言っていただければ分かりますので、ただの絶対動かないように、危ないので振りは完璧、は完璧。いよいよ風マシーンの出番。風マシーンの出番よよ。すごい、でもそれ本当に怖いですよ。それはびっくりすぎますよ。これは菊池反射的に顔を上げる。すぐに気づいて仕事に戻る。お見事、やったな。お見事やったな。しかしここまではあくまで前振り。キングとクイーンへの挑戦者を決めるのが今回の目的。箱に入りスタンバイ。次々、何があるのか。一方別場所で、これまた女王蜂に扮した夫人も箱の中へ。それはキングと君のだったのか。いや、全然違ったでしょ。立志の女王蜂が入った箱を特設会場へ運び入れ、どうも向かい合わせにスタンバイ。果たして2人は箱から出た時どんなリアクションをするのか。あ、面白い。そしてそこからどんなやり取りが、どんなドラマが生まれる、生まれるのか。確かに、なるほどね。それでは行こう、正気の対決。うわー、うわー。すごい、頑張れと頑張れと言います。どういう意味、頑張れって。何もなかったかのよう、このゲームを受け入れると。すると、あ、なるほど。発影の放った矢が奇跡的に命中。かわいそう。あ、いやー、たどり着いた。もう負け、おまけ、止まりたくない。そしてさらにすごいのが、諦めなかった。回ろうとしない、回ろうとしない。諦めないでしょ。いけない、うん、大成功。もうやられた。もうない、ないの。もうないですね。ようやく玉切れ。玉切れ。本当、まあおめでとうございます。すいません。でもこれあれよね、あれは届きっこない、あんな高いの。どうして。でもたどり着いたでしょ。し距離があるし。すいません、なんかどうしたの。届き届かないの議論で吹き矢を放ちまくる夫人。届いてないしよ、全然。リナの途中だから。危ない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 。おー、もう美味しいだった。いや、これどういうこと。あ、勝負はついたんだ。さすがの発言も違和感を感じる。そして、何待ち。やった。
たどり着いた。悪い女王蜂。以上、いくつになっても負けず嫌いの夫人でした。そうなんですよ。じゃあ早速ちょっといきますか。今回はどの一発裏になったのか。よいしょ、よいしょ。あ、お、こんにちは。あ、あいやー、怖い。社長の壺割ってくれたのよ。でも暗い。もう一回。もう一回。いやー、諦めないですね。次タッチだ。よしやってやりますよ。もう早く新しいもの来た。だろうけど届かない。野獣が目指す理想がこちら。トランポリンで勢いをつけ、高い位置から部屋の壁を突き破る。これ相当ビビると思う。ただ届かない。はい。ドッキリ成功へ向け練習開始。アバ、アバ。いやいや、もう続かなかった。君とも2つ目飛んでないし、2つ目もちゃんちゃ飛んでました。飛んでなかったですね。飛んでない。え、両足。そう、トランポリンで高く遠くに飛ぶためには最後は両足で踏み切らなければならない。でもそれはスポーツだったら大丈夫です。いけるか。はい。ちょっと待った。マジ？なぜ？止まった。ダメだ。ちょっと待った。まずなんで？まずなんで？やっぱでも片足の方が絶対俺やりやすいんだけど。片足でいいですか？じゃあ。はい。さあ、そろそろターゲットがやってくる時間。岡田結衣ちゃん。お。おお、結衣か。怖い。皆さんはご存知のない。と思いますけれどもNHK の子供番組でゆいがもうほんとこんなちっちゃい頃からいや本当にこれぐらいで赤ちゃんでもう僕にとっては娘みたいなもんですね。キャンプ番組のロケだと聞かされている岡田がやってきた。来ます来ます。え、美味しそう。やりたいの、はい、見てていただいて、はい、さあそれでは何も想像できない。野獣のトランポリン三段跳び。呼んでください。それは怖すぎるでしょ。頑張れ。できるかな。そうだよ。え、いつからですか。もう結構前から、もう1時間ぐらい前から練習したんだよ。え、でこの声でこの声それはよく言われました。わすごかった。でも今回のいたずらは、まあ、怖いより楽しいと思います。私は一番好きだったのはやっぱり最初のマッサージの動画だと思います。マッサージのいたずら、急にカズマシンが出てくる、それにこういう面白い顔が面白かった。でもリラックスの時にびっくりさせるのはやーダメダメダメ。でもそのためにこの動画がすごく面白かったと思います。
はい、皆さん、いかがですか？この見たいたずらの中に、一番好きないたずら、一番楽しいいたずらがあったんですか？ぜひぜひぜひコメントにしてください。他にも、わー、騙された番組のいたずらが、好きないたずらがあったら、ぜひぜひぜひコメントにも書いてください。後で、たくさん楽しい番組を見てみたいと思います。この動画がよろしければ、ぜひチャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。必ず次の動画でお会いしましょう。バイバイ！元気でね。またねー。